ではただいまより2022室尾関西大学 A リーグ最終節を終えられました近畿大学より上本監督中村キャプテンに来ていただきました。お二人には本日の試合の総括を一言ずついただければと思います。上本監督よろしくお願いします。本日はありがとうございました。まあ、今まで近畿大学は強みとしてきたセットピースのところをでまず京産大学京都産業大学も強いところで、まあ、挑もうと、でそれとあと、まあ、ディフェンスの面でしっかりキャリアの強いウェアのところに対して2人3人かけてでも止めていくというプランで臨みました。で、まあ、セットピースのところ特に、まあ、ライアントスクラムのところもそうですけど、ミスとペナルティで、まあ、相手のプレッシャーに負けた部分もあったと思いますけど、そこでのミスで、乗り切れず、まあ、前半はその中でもなんとか食い下がって、2点差で折り返すことができたんですが、まあ、後半になってもその部分のところは少しちょっと修正できず、逆に相手にそのチャンスの時にもっと勢いを乗らせてしまってスコアされるっていう展開が続きました。まあ、学生たちは本当に、その中でもやるべきことはしっかりやりながらこの1年間そうですけどやってくれたと思いますので、まあ、僕自身は勝たせてやれなかったっていうところは本当に、まあ足りなかった、僕の足りなかったところかなというふうに思ってます。まあ、この、経験をしっかりまた後輩たちにつなげて来季もこれ以上のまたチームを作っていけたらなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。中村キャプテンお願いします。はい、本日はありがとうございました。まあ、この試合に勝てば、まあ、選手権に出れるという大事なゲームの中で、まあ、前半は、まあ、自分たちの強みのアタックであったりとかそういう部分で、まあ、いい形で、まあ、前半は折り返すことができたんですけど、まあ、後半、まあ、今日の試合をのポイントに挙げていたセットピースのところで、まあ、自分たちが流れをつかむことができず逆にセットピースで、自分たちの流れを断ち切る場面が多くあったっていうところが、今日の敗因に大きくつながった部分だと思います。内容としてはまあセットピースのところであったりとかそういう部分はやっぱり課題が多く残った試合なんですけど、まあ、ゲーム全体通して、まあ、負けてしまったんですけど、次につながる、次の後輩たちにつなげられるゲームができたと思います。まあ、この悔しい気持ちを来年再来年につなげて行ってほしいなっていうふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは記者の皆様からのご質問を受け付けいたしますので挙手の上質問をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、さすがです。キャプテンに伺いたいんですが、はい、今日の第一試合の同志社感覚の結果っていうのはこれ知ってましたか。はい、知ってました。ただその得点差、ポイント差というのも頭の中に入っていて、はい、その7点差というのを意識されてました。当然も勝つということも第一前提、そうですね、だけども、まあ、7点差というはそこはそこまで意識してなくて、まあ、この試合に勝てば全国っていう、考えで捉えていたので、まあまあ、7点差以内っていうのは考えていなかったです。はい。よろしいでしょうか。はい。
そうですね、まあ、去年のメンバーたちはスキルも高くで、まあ、チーム的なところの、まあ、横とのつながりもあって、まあ、本当に素晴らしい学年でした。この年も横とはしっかりつながってるんですけど、スキルの面とか少しやっぱり去年より落ちるって部分がある中で、まあ、試合を重ねる中で序盤の方はまずいゲームがあって、でその都度、まあ、トレーニングであったりもちろんゲームでの修正であったりということで常にみんなでいろんなことのコミュニケーションを図ったり、トレーニングも含めて、それを超えてきて、最終チーム力が上がっていたと思っています。まあ、そこがなくなんとなく、勝っていってた状況であれば、まあ、こういったチームにもなってなかったのかなってちょっと逆に言うと思うので、まあ、そこも含めてその経験があって最終、まあ、こうやって勝ち切れてね、ラインに慣れてっていう形が一番いい最後の形なんですけど、ただやっぱそういった経過もあってチーム力が上がっていったっていうふうに思ってますので、まあ、本当に僕自身もそうですし、まあ、下級生以下もこの経験のところをしっかり次につなげれるような年だったんじゃないかなっていうふうに感じてます。以上です。結果的にはその多分落としたくない試合だった感覚、はい、リーグの時間落としたくない試合でしたけど、今の話ですとそういうのもあって今そうですね、はい、この間の試合とかこの試合みたいなのができる、はい、それが なければ、まあまあ、なんとなくギリギリのところで勝って、で当然勝ってねポイント進めて最終3位とか以内に入ってるっていうことはあったかもしれませんけど、まあ、もっと成熟したとか全国に行ったとしても、まあ、そこまでのチームができてたのかなっていうところはちょっと、まあ、僕自身もわからないですけど、ただ本当にキャプテン筆頭にいろんな部分をそうやって感じて、それに対してアクションして、やってきた1年でしたので、先ほども申しましたけど勝たせられなかったのはもう本当に僕の力のなさで、もう彼ら自身はもう本当に一生懸命やってくれたなっていうふうに、はい、思ってます。同じような質問ですけど、そういう多分、ここは直近の1ヶ月ぐらいの恋時間をそういうふうに過ごせたと思うんですけど、自分たちの中でこの4年生はどういうふうに努力できたなっていう印象でしょうか。そうですね、昨年のシーズンは、まあ、下位、まあ、上のチームから当たるっていうシーズンだったので、まあ、開幕にチーム力としてまあピークを持ってこれたのが一つ、まあ、シーズン通してよかったっていう点だったんですけど、まあ、今年はまあ後半になるにつれ、まあ、チーム力としてはこう まとまってこれたんですけど、こう前半戦でやっぱりその、まあ、自分たちの思ってる、ラグビーができずっていう、ことになってしまったところは、まあ、僕も含めて、まあ、その開幕にって、まあ、ピークを今年このシーズンもやっぱり開幕にピークを持ってきて、さらにそこから上げていくっていうシーズンにしたかったんですけど、まあ、そこができず、まあ、前半戦で、まあ、負けてしまったっていうところは、まあ、僕は責任感じています。はい、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。ないようでしたらこの辺で記者会見を終了させていただきます。監督の監督中村キャプテン、ありがとうございました。ありがとうございました。
ちょっと今写真撮影してますんで。監督。どうしましょうか。さっき初めて。はい。よろしいですか。はい、すみません。すみません。では、これより2022室蘭関西大学 A リーグ最終節を終えられました。京都産業大学より広瀬監督に来ていただきました。広瀬監督には本日の試合の総括を一言いただければと思います。お願いします。本日はどうもありがとうございました。先ほどのインタビューでも話させていただいたんですけど、まあ、今日近畿大学は相当プレッシャーかけてくるだろうなということで80分間タフな試合になるだろうなというふうに思ってまして、で本当にそのような展開になりまして苦しい、時間帯多かったんですけれども、よく選手が我慢して、最後はよく勝ち切ってくれたなというふうに思いまして、まあ、本当に最後、関西制覇にふさわしいゲームに、なったなというふうに思ってます。本当に最後まで勝ち切ってくれて、よく頑張ったなというふうに思います。ありがとうございます。はい。では記者の皆様からのご質問を受け付けますので、挙手の上質問をお願いいたします。いかがでしょうか。はい。京都通信の長井と申します。よろしくお願いします。まず今期の追われる立場になるシーズンだったと思うんですけれども、全勝優勝という結果をどう受け止めていらっしゃいますか。全試合厳しい試合で、本当にもう毎試合毎試合1試合1試合全力で準備して、で全力で、戦って、でそれをまたしっかりと、次の試合につなげていくっていうサイクルをしっかりと、重ねて、重ね続けてこられた結果、全勝で、優勝できたので、本当に良かったなと思ってます。はい。今日もその苦しい時間が長かったということですけれども、その中でご選手たちが一番力を発揮したポイントってどのあたりだったんですか。そうですね、やっぱプレッシャー、ブレイクダウンで非常に厳しいプレッシャーを受けたんですけども、そこでも途中からしっかり修正してファイトしてくれましたし、逆に後半はキックからのディフェンスとか、ディフェンスラインがやっぱ前に出るようになってですね、逆にこちら側から向こうにプレッシャーをかけ、出るように、なったことで、トライを重ねることができたということだと思いますので、そういった部分 のゲーム中の修正だとか戦い方の変更だとか、ああいうのがゲーム中できたことは本当に収穫です。やっぱそのディフェンスで前に出るということはかなりポイントに今週に向けて挙げられてたと思うんですけれども、それを試合中に修正できるその選手たちの修正能力、どういうところから出てくるものでしょうか。まずしっかり前に出よう、前半でなかなか前に出てなかったんですけども、後半福西、三木、ベア、ああいった選手が前にどんどん出るようになって、チーム全体が前に出るようになりましたし、うまくキックを使って相手を敗走させることで、流れをつかんで、こちらが周りすごく、勢いづいたという感じがしますね。はい。選手権に向けて三木選手に影響力をしっかりプレーできたというのがかなり収穫だと思いますけど、はい、影響力を聞いてましたでしょうか。はい、本当にチームに必要な選手で、チームを前に出してくれる選手、苦しい時に、チームを前に出してくれる選手なので、彼の復帰は非常に、嬉しいです。これから、選手権入っていって、彼の力も必要ですけれども、まだまだ他の選手もいますので、相手によっていろいろ見極めながらメンバー選考していくような感じにはなると思いますけども、選手来ましたんで、はい、はい、お願いします。それではすいません、福西キャプテン、
ただきました。3人には、本日の試合の総括を一言ずついただければと思います。住西キャプテンお願いします。本日はありがとうございます。まあ、さっきもインタビューで言ったんですけど、やっぱり前半は近大さんの圧力に受けてしまって、まあ、思い通りの京産ラグビーができなかったんですけど、まあ、しっかりハーフタイムで修正することができて、まあ、京産からしっかりアタックディフェンスにダイレクトにプレーすることができたんで、後半しっかり自分たちのラグビーすることができました。まあ、そこがすごく良かった点なんで、まあ、しっかり前半の反省を生かして大学選手権戦っていきたいと思います。本日はありがとうございました。チームとして前半苦しい状況 で自分自身に入った時に流れを変えたいと思っていて、前半がうまく機能しなかったので、しっかり後半でインパクトを与えるように頑張りました。まあ、結果はこうチームが勝てて本当に良かったと思いますし、大学選手権に向けて弾みがつく試合となったと思います。はい、ありがとうございます。浅井選手お願いします。本日ありがとうございます。今日勝って良かったと思います。でいろんなミスも多かったですけど、あのミスをあの練習でなって程度をあのしたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは下の皆様ご質問ございますでしょうか。はい、あの京都新聞の山田です。ありがとうございます。まず浦和選手と三木選手にお伺いしたいんですけれども、あの後半の立ち上がりなんですけどね、まずあの前半2点差っていうの状況の中で、まあ、浦和選手がまず、トライを決めて、まず浦和選手ですけど、あのその後次のトライがあのハイパントで相手を見た時に、ゲインして最後ホルテル選手に渡してっていうシーンもあったじゃないですか。あの辺を自分の中でこうどういうふうに意識しながら練習してたか、プレーしてたかで、実際振り返ってみてどうだったか、あの教えてください。まずあの練習をやったことを、鈴木選手なんですけど、後半の、7分ぐらいやったと思うんですけど、京産大のラミーアウトで相手にターン取られたときに、あのまあ、突破してくれるところを2回ですかね、あのタップで止めなかったと思うんですけども、あの辺のチーム、覚えてらっしゃったら、あの振り返ってもらえたらなと思うんですけど、自分の中で振り返ってみて。まあ、自分の中でこういけると思ったらタックルには行くので、まあ、その判断がしっかりできていいヒットができたのかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。はい、すいません、ご質問の準備です。監督に、はい、今日北山選手最終的にメンバーから入り当たって、はい、原因というか、はい、体調不良です。はい、その中であの辻野選手だったり、あの船木選手の同僚だったり、そういった選手とか、その彼らの働きぶりっていうのは、どういうふうに見えますか。あ、辻野、すごい頑張ってくれましたね、今日は。期待以上に頑張ってくれました。はい、鈴見も選手も、権利専門出てましたけども、あの本当に彼はあのセットプレーでの貢献度が高くて、まあ、船木はインパクトプレーヤーで、あのジェネラルプレー、すごいいいですけども。隅田はセットプレーですごく貢献度が高いので、あの今日も非常にいいプレーしてくれてたなと思います。ありがとうございます。他にご質問ございます。はい、3質問です。ではまずキャプテンに伺いたいんですが、まあ、去年の優勝と今年の優勝、何かその嬉しさの違いみたいなものってありますか。まあ、ずっと、まあ、今年は今年のチームっていうふうにやってきたんで、やっぱり嬉しさは、まあ、最高学年というのもあると思うんですけど、まあ、今年の方が僕的には大きいものがありました。まあ、ヒュースさんですね、同じ質問なんですが、先ほどインタビューではレースが変わらないと。ただ去年もですね、まあ、スタートコロナでなかなか大変なスタートになって、
その中で勝ち上がって優勝した。今年はもうその、まあ、去年のその前のチャンピオンとして、まあ、今年は強いんじゃないかと言われながらですが、その中で勝ち切った。何かそのこう違いみたいなっていうのをこうあえて言ったら、あえて言うとですか。あえて言うとですか。例えばその勝ち切れた要因とかですね、勝因とか、そのあたりが、何かその去年との違い。はい。本当去年は目の前の相手あ一緒ですね。でもね、もう本当に一試合一試合毎試合毎試合ベストを尽くして戦って、その結果が優勝っていう気持ちでやろうって言ってやってましたんで、すいません、一緒です。手応えみたいなのがいかがですか。本当に去年勝ち上がっていった中の手応えと、少し勝ち上がっていった中の手応えの違いみたいな。そうですね、去年は本当に全てが大接戦で、もう1点、2点を争うシーソーゲームを制して勝ち上がってきたっていう感じが去年でした。で、まあ、今年はある程度こう点数が開く場面が多くて、まあ、圧倒した試合も何試合かあって、まあ安定して、安定した力が発揮できてるなという評価はいただいてましたけれども、我々はそうは全然思ってなかったです。はい。本当に、ま、必死で、毎試合毎試合やってましたので。はい、どうせ、その数字のは上がるといいんですが、得点力が上がったという、みたいな思いが。そうですね、得点力は間違いなく上がったと思います。フォワードでも、フォワードでプレッシャーをかけて、で、バックスでトライを取れるっていう形が、去年と比べてできるようになった。はい、それは京都産業大学としては理想の形ですか。そうですね。西中、家村がいますし、外側にポルテレがいますんで、そういったところでバックスでもボールをキープできる選手ができますので、よりフォワードの、優位性を生かしていけたんじゃないかなと思います。どうでしょう、まあ、これから選手権始まるわけなんですが、去年と手応えが違いみたいなというのはいかがですか、選手権に向けて。そうですね、まあ、1位通過ということで3週間、いただきますので、ここでしっかり怪我している選手はしっかり治して、で、しっかりまたチューニングして、で、必ず、あ、必ずじゃないな、まあ、大学選手権優勝を目指して、一戦一戦頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。すみません、お時間の都合もございますので、これで記者会見の方を終了させていただきたいと思います。すみません、広瀬監督、福西キャプテン、浅井選手、三木選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Yes.